なのです。大正19年、帝都東京。後に高麗大戦と呼ばれる史上最大の戦いが勃発。帝都、パリ、ニューヨークの歌劇団はその脅威に果敢に立ち向かい、そして世界は救われた。彼ら勇敢なる歌劇団、その全員の消滅と引き換えに。それから10年の時が過ぎ、大正29年。兵学校を出て念願の海上任務に就いたってのに、あの事件のせいで丘に左遷か。国務官の艦長に任命された時は心躍ったが、短い夢だったな。ほんと覚めないでほしかった。まあ済んだことは仕方ない。気持ちを切り替えていこう。さて、今度の着任先ではどんな任務が待っているのかな。随分と綺麗になったもんだ。前に来た時は10年前の戦いの傷跡がところどころ残っていたが、今はすっかり元通り、いやそれ以上の発展ぶりだ。さて、
約束の時間までまだ余裕があるな。ちょっと辺りをぶらついてみるか。よし、そろそろ時間だ。約束の場所へ向かうとするか。ん？騒がしいな。一体なんだ？
吹かせるんだ。行くぞコーマ。いかん、約束の時間に遅れる。ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？特務艦隊から劇場に配置換えって、一体何がどうなってるんだ。俺は演劇なんてできないぞ。それとも大道具とかかな。すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。劇場に何かご用ですか。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして千人さん。嘘。どこかでお会いしましたか。もしかして忘れちゃったんですか。ほら、うわ、もしかしてさくらちゃん、雨宮さんのところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。覚えていてくれてよかった。久しぶりに会えて俺も嬉しいよ。綺麗になったね。何を言い出すんですか、いきなり。素直な感想だったんだけどな。もう恥ずかしいよ。そこのお二人さん、公衆の面前でイチャつかないでもらえるかしら。神崎支配人。あなたが神山清十郎君ね。待っていましたわ。私は神崎すみれ、この大帝国劇場の支配人をしています。神崎すみれ、どこかで聞いたことがあるような。ようこそ大帝国劇場へ、歓迎いたしますわ。神山清十郎、飛び級で海軍兵学校入校。卒業後海軍に配属され、各地で作戦に参加。多数の武勲を挙げた後、海軍特務解剖官マリシテンの艦長として対高魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。は
神山くん、あなたは帝国歌劇団花組を知っているかしら。帝国歌劇団、詳しく聞いてみるか。帝国歌劇団とは何でしょうか。帝国歌劇団はこの帝都を高魔から守るために結成された秘密組織よ。過去幾度かの大きな戦いに勝利し、帝都の平和を守り続けてきたの。高魔に対抗するための秘密組織か。すごい話だな。花組とは何でしょう。花組は帝国歌劇団の戦闘部隊よ。高魔に対抗する中核となる部隊ですわ。だけど今の花組にはかつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど帝都の守りは上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団、駅で見たあの機体か。大帝国劇場、なぜこんな目立つ場所が本拠地なんですか。帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち、帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えてゆく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど、戦うだけでなくそんな任務があるんですね。そういえば神崎すみれってかつてのトップスターの名前だったような。まさか目の前のこの人はかつての帝国歌劇団花組の隊員。さてここからが本題。神山清十郎君、あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。俺が隊長ですか。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯努めます。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう神山くん。これから頼りにさせてもらうわね。はっ、こちらこそよろしくお願いいたします。新しい花組の初任務は世界歌劇団大戦に勝つことよ。世界歌劇団大戦、それは何でしょうか。詳しいことはおいおい説明しますわ。今は歌劇団大戦のことを心に留めておいて。了解しました。それじゃこの後のことは秘書の薫に聞いてもらえるかしら。まずは花組の隊長としてその職務のことを知ってもらわないとね。はっ。はじめまして神山さん。私はスミレ様の秘書林道香織です。よろしくお願いします。神山清十郎です。こちらこそよろしくお願いします。スミレさんの秘書か。この人とも長い付き合いになりそうだ。
それでは神山さん、まずは神山さんが指揮を取ることになる花組の隊員たちに会うのがいいと思います。劇場の中にいるはずですから探してみてください。わかりました。花組のこれからはあなたにかかっているわ。よろしくね神山くん、期待していますわよ。は、なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。分厚すぎですよここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー！私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。はい。歌劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖人さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな。よかった。そうですね。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。
じゃねえか。男連れとは隅に置けねえな。ハツオ、もう変なこと言わないで。あ、すみません隊長。この子が花組隊員の一人、東雲ハツホです。ハツホ、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。東雲ハツホだ。よろしくな隊長さん。こちらこそよろしく。礼儀正しいんだな。気に入ったよ。困ったことがあったら私にいいな。帝劇のことなら何でもこのハツホちゃんが解決してやっからよ。ありがとう、頼りにさせてもらうよ。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、ハツホ。おう。毎度どうもや。じゃりんじゃりん儲けたるで。ところでさくらさん、さっきから一緒におるその人は誰なんや。はい、花組の新しい隊長さんです。神山清十郎です、よろしく。噂の隊長さんか。あてはカズ組の大場小町、売店の方もよろしくや。売店？風組？風組っちゅうんは帝国歌劇団の組織の一つや。事務やら経理やら補給やら広報やら、そういうんを一手に引き受け取る。あんたら花組がコウマと戦って、あてら風組はそれをサポートする、そういうこっちゃな。ちなみに支配人の秘書をしとる林道薫も風組の一人や。なるほど。風組あっての花組ですね。サポートの方よろしくお願いします。おう、任せとき。素直な隊長さんは大好きや。ありがとうございます。わけで風組の活動の一環として、あてがここで売店をやっとるわけや。大抵はこの店におるから、何かあったら声かけてや。頼まれたらチリ紙から海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。空中戦艦、へへへ、何でも勉強しますて。Thank you.
新商品が入ったで、見たってや。おお、お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな。毎度あり。また来てや。いましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。そういうことなら耳元で叫んでびっくりさせてやろう。クラリス君、
おーい、クラリスくん。なん。ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか？落ち着いてくれ。怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長？そうなんです。この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス！そうなのか？ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。そんな風に言うもんじゃない。自分だけじゃない。さくらや初穂君にも失礼だ。それは、そうですね。すみません。でも、みんなが何をどう頑張っても、どうにもならないこともあるんです。都合よくハッピーエンドになるのは、物語の中だけです。現実は、そんなにうまくはいかないですよ。それじゃ、失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ。可愛いし。確かに可愛いな。だからって変なことしちゃダメですよ。変なことって、ちょっとは信用してくれよ。もちろん特別扱いだってしない。わかりました。一応信用してあげます。それじゃあ私もそろそろ行きますね。花組の隊員は3人だけなのかい？さくらに、初穂に、クラリス。もう一人、望月あざみという子がいるんですけど、今は用事で留守にしているんです。そうなのか、わかった、ありがとう。はい、それじゃ失礼します。いましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて
なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。手が勝手に。いけないことだって分かっているのに。聖兄さん、その手クラリスに何をするつもりですか。そのなぜか手が勝手に。言い訳無用です。ごめん、悪かったよ。こっそり触ろうとするなんて反省してください、神山隊長。はい。ところでクラリス君は。全然気づいてないですね。というか気づかれなくてよかった。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。ん？はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ、怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長？そうなんです、この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス！そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。ということは君も落ちこぼれなのか。隊長になったというならご自分で確かめればいいじゃないですか。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。それじゃ失礼します。さて。そんなこと言って、いや、初歩が一番だろ。ふーん、そうなんですね。初歩のどこが好きなんです。そういうんじゃないって。サバサバして頼りになりそうだと思ってね。なるほど、そういうことにしておきましょうか。それじゃ、花組もうひつ、はい。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけてもあなたくらり。へえ。こういう時は目隠しだよな。さすがに気がつくだろう。クラリス君。えなん
ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ、怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神谷。隊長。そうなんです、この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなの。ええ、そうです。どうしようもない。それは実に立て直しがいがありそう。前向きなんですね。もしくは何も考えていないか。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ、可愛いし。さくらの方が可愛いよ。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃあ私もそろそろ行きますね。花組の隊員は3人だけなのかい。もう一人、望月あざみという子がいるんですけど。そうなのか。はい、それじゃあ失礼します。
はい。お疲れ様です、ハルさん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、カオルさんは風組の一員だと聞きましたが。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが風組の役目。なるほど。そして、兵劇の資金面はカオルさんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか？スミレさんの秘書、それはいい上司を持って幸せですね。わかります。神山さん、さすがですね。スミレ様は、そう、完璧。スミレ様にお仕えし、スミレ様をお支えする、それはまさに至上の喜びなのです。神山さんも花組の新しい隊長としてスミレ様を支えてください。はい、頑張ります。どうかしら、花組のみんなとは会えました？はい、望月あざみくんだけはまだですが。そうですわね。彼女は別の任務で帝劇を離れているの。だから今度の公演も今いる3人でやってもらうことになりますわ。桃太郎ですね。来週公演予定だと聞いています。ええ、今度こそうまくいってほしいものですわね。え、それはどういう？あと神山くん、公演がある日あなたにはもぎりをやってもらいます。もぎり？そう、お客様の入場の際に入場券から半券を切り取るお仕事よ。これがもぎりですか？あら、お嫌かしら？とんでもありません。喜んでやらせていただきます。
そして1週間後、ついに桃太郎公演初日となった。お客さん来ないな。いらっしゃいませ。ご来場ありがとうございます。初日なのにお客さんが少なすぎる。どういうことなんだ。ちょっと舞台を見に行ってみるか。お、やってるな。お前ごときの力で何ができる。俺は貴様を退治して都に平和を取り戻すんだ。とどめだ。負けるもんか。くらえ。ダメだ。散々でしたね。ところで、点ダメって何ですか？あのもん、点でダメってことに決まってんじゃん。なるほど。日本語って奥が深いですね。はあ、私、なんかもうぐったりです。隊長、一応聞いておきたいんですけど、私たちの舞台どうでした？酷かもしれないけど、正直見られたものじゃないな。ですよね。分かってました。私も忌憚のないご意見ありがとうございます。でもこの舞台を何とかするのは隊長さん、あなたの役目でもあるんじゃないんですか？やっぱどうにもならねえよ。演技といっても素人同士で勉強してるだけだし。それに衣装も舞台もボロボロ、直すお金だってありません。でもほら、神山隊長も来てくれて、これからですよ。隊長ってただ半券もぎってるだけじゃねえか。これからどうすればいいか考えはあるのかよ。そうだな。確かに個人での上達は難しいな。専門家を雇えばいいんじゃないか？専門家って何のだよ。演技の先生と衣装や舞台の整備、この2つが解決すればいいんだろ。おお、そいつはいい考えだぜ。で、雇う金はどうすんだ？そう、それが問題なんだよな。ダメじゃねえか。思うだけなら子供でもできますよ。しっかりしてください、隊長。落ち込んでばかりもいられません。私たちが何をすべきか探るためにも情報収集です。情報収集？どうするんですか？とりあえず今の公演を見ていたお客さんに感想を聞きに行きましょう。きっと何か手がかりがつかめるはずです。そうだな。何も動かないよりはマシだな。情報を集めて改善点を探してみよう。はい。
めん、さくら。悪いけどさ、私はパスさせてもらうわ。ちょ、ハツホ？すみません。私も今は。もう、二人とも、しっかりしてよ。すまねえけどよ。ちょっと、今は協力する気になれねえよ。ハツホ。今は仕方ないよ。俺とサクラ、二人で行こう。はい。入ったで、見たってや。おお、お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな。毎度あり。またよろしく頼むで。Thank you.
こんにちは。あの、あなたは、いつもさくらさんと楽しそうに話してるけしからんお兄さん。けしからん、さくらさんに微笑んでもらえるなんて、なんて羨ましい。っていうか、お兄さん誰なんですか？もしかして関係者さんなんですか？俺は、どうも、新人もぎりの神山です。よろしくお願いします。もぎり？なんだ、下っ端の新人さんか。でも大帝国劇場のスタッフさんなのよね。仲良くしよう。私は西条いつき。いつきって呼んでいいよ。私は帝国歌劇団の大ファンっていうか超ファンなの。今日もこの大帝国劇場に来ることができて、いつき感激っていうわけで、よろしくね。神山清十郎です。こちらこそ、これからも帝国歌劇団をよろしくお願いします。うん、任せてよ。どこまでだって追っかけてくから。どうぞ。入ってちょうだい。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？
近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは分かりました。全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に今の花組では厳しいですが、彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山くんならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい神山くん。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団体制をどう戦い抜くかしっかり考えておいてちょうだい。はっ。
漁師甲冑三式工具か。歌劇団隊員だけが持つ霊力で動く対鋼馬用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は漁師戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのかな。予算がありませんから。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコウマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコウマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の期待でした。どうしようもないとはね。悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコウマと戦えと。無理ですか。なんとか戦います。それが俺の役目ですから。この不利な状況でも諦めない。なるほど、さすがは隊長ですね。厳しい状況ではありますが。ですがスミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで俺の機体は見当たらないようですが。ありません。え？今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。おお、大きいな。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。よし、脱ごう。ここは風呂なんだし何も問題はない。女の子との裸の付き合いも隊長としての務めだからな。そんなわけないだろう。俺は何を考えてるんだ。早くここから出よう。ふぅ、よかった、誰にも見つからなかったな。お前そこは女湯。
解だ。私なんて、揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。解散って解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろう。君は？神山くんは初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長ヤン・シャオロン君。それに隊員のホアン・ユイさんよ。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイ。君は？お前はさっきの変態！変態じゃない。あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな、この変態。神山さん、一体何をしたんですか？何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです。実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう。それはやっぱり、歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところで、お前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り。恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちは。さくら、俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で？本気で優勝する気なんですか？シャオロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい、頼んだわよ。それじゃあお二方、
お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれよ。歌劇団大戦で優勝、はあ、解散か。ちょっとどうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの。そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない。なんでみんな黙ってるの。神山隊長までどうして。さくら、声を荒げても何も進まないぞ。分かってます。そんなことでも悔しいよ。そりゃみんな悔しいさ。だからやるだけのことはやるんだ。優勝は無理かもしれないけど、でもそれしかないじゃないか。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか。さくら、やるだけのことはやろうって。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら、何の用ですか。そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか。怒ってなんかいません。私はただ自分が不甲斐ないんです。コウマとの戦いもユイさんたちに任せっきり。偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。俺の目を見ろ。さくらが誰よりも頑張ってることを俺は知ってる。この目で見ている。あとは全力でやるだけだろ。それでいいじゃないか。それしかないじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？神宮
宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら。私小さい頃、新宮寺さくらさんに助けられたんです。コーマに襲われた私の前にさくらさんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコーマを倒して、それが忘れられなくて、私もああなりたい。さくらさんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません神山隊長、私もう寝ます。隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。気にしてないよ。でも、私…いいんだ。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦、マリ支店だ。さまざまな海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです。でも、もう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコーマに襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器はコーマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえば、あの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。号魔衆警報、まさか銀座にコーマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞさくら。了解。
コウマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコウマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コウマが複数の場所に出現、今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで我々がコウマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。神山君、出撃命令を。よし。帝国歌劇団花組、出撃せよ。銀座に現れたコウマを殲滅する。了解。雨宮さくら、出撃します。よし、任せとくって。行ってきます。Mm-hmm.